それでは参りましょう。波動ファイト。さあまずはラレップ .ch のステータスから参りましょう。ラレップ .ch 一番奥川愛佳選手3511、そして真ん中鍋選手1135、そしてオーベスト選手3421ですね。赤月一番奥川源選手5221、真ん中へしこ選手1135、そして手前優選手5221と、またここで第2試合同様に赤月のシールドはへしこ選手に戻していきました。前に張っていくラレプドと CH、 今日すべての試合オーベスト選手は3421でくぐり抜けてきました。さあこのスケールで何としても狙っていきたいところですが、赤月が2点のリード。赤月のすごいところはもう周りもよく見えているので、後ろで戦うってなった時には本当に周りに合わせて、アタッカー同士が合わせて打っていくというのが非常に特徴的です。残り時間は20秒、ラレプドット CH 1点返しますが、赤月がまたも突き放していく。優選手2点追加取って1対4、残り時間は10秒を切ろうとしたところでございます。さあラレプドット CH 攻めていきたいが、赤月が最後のシールドを張ってどうなる？試合終了。2対4、暁の勝利です。